川崎競輪場で行われているラピスタカップの車検を買いにラピスタに来ました。はい、新橋まで来るんだったら東海道線であと2駅いて川崎行けよって話なんですけど、来ました。もうここはですね、1もう長塚全然ですよ皆さん。もう昨日もいいレースをしてて、もう完璧な展開でした。昨日に関してもまあだいぶ早めに最終周回で踏んで、まあ最後に直美には刺されちゃったんですけど、最後あの野口さんには刺されなかったっていうあの粘り、これもね今日1着です。でも地元なんで1番車もらってますし、地元での優勝2着2着って来ての最後優勝、これを見るためにもう車検変えます。ちょっとね連日先行、まあここ最近先行が多い長塚さんなので、まあちょっと今日も先行しちゃうと正直きついです。もう野口選手であったりとか、まあ大浦選手とかもね、もう全然差し足はあるんで、後ろにそこら辺に疲れちゃうと、まあ1着どころか連帯も怪しいみたいな話になってきちゃいます。で後ろからはあれナメテルであったりとかで、そこについてくるかなっていう、まあ、ナオミであったりとかが飛んでくるので、正直先行しちゃうと怪しいんですけど、まあ、ひろちゃんがあたりがもう先行してくれることを本当祈って、とかまあレナメタルがシャバ悪いんで先に行ってくれることを祈って、そこまで耐えて、で、まあ、一番下なんでいい位置取れるんで、まあ、前受けでもいいですし、もうとにかく耐えて最後まくり一発、それでも頼む、まあ、もう飛びつき、飛びつきでもいいんで、とにかくそれ押し車検、やっぱ俺も買ってみようかなって思わせる、そんなレースをね長塚さんお願いします。というわけで灼熱の川崎ゴー。第4コーナーからまもなく直線、周回掲示は残り2周回、上がった長塚が3番手、外並走で1コーナーから2コーナー打掌の周回、3番日野、7番止めが2番手、2番の野口が3番手で、6番車野本、外で1番車の長塚がいまして、4番車大浦、最後方から5番の佐々木、ゆっくりと3番手1番車の長塚ですが、3番車日野が前から先行体制、7番止めが2番手、2番野口が3番手、長塚が外並走4番手でメインスタンド前、徐々にペースがけは3番車日野未来で最後の400を通過しています。先行3番日野、7番の止めが2番手、踏み上げる1番車の長塚が3番手で合わせて徐々にペース上げる3番日野未来、日野が先行する、7番止めが2番手、まくり上げる4番車大浦彩が今度は2番手に来る、インをつくのが2番車の野口、外に回った6番野本の体勢、まもなく4コーナーから直線、3番日野、7番止め、止め直美です。続いた3番日野が2番手。いや悔しいですね、ちょっとまあね、ずっとまあ並走になってきついかなっていう時に3番手に降りられたら、またねちょっと展開も変わってきたのかなっていう、結果も変わってきたのかなっていう感じだったんですけど、まあ野口さんもねしっかりとこう、詰めて降りてこさせないようにして、でまあ外から後ろにねついた大浦さんも行っちゃってって感じで、最後ちょっとコースがなくなったかなっていう感じでしたけど、本当に3日間素晴らしいレースを見せていただきました。いつかこの長塚前前が車に変わるぐらいのビッグレースが絶対来ると信じてますんで、ね、まあでもちょっともう全然長塚さんもちろん人気集めてますので、気も荒れしないといけないんですけども、まあ、ちょっとね地元優勝見たかったっていうのはありますけど、やっぱまあ他も強かったし、でも長塚さんもすごいいいレースをしてましたし、いやー悔しいけど、まあこれからに期待ということで、これからも買うぜ長塚全然、ありがとうポキッ。